北朝鮮側の拉致被害者再調査への動きを受け、横田茂さんは今度こそ良い結果が出てくれるよう期待するなどと話しました。日朝間であの決めたあの拉致の解決ということについて、日本の方でもいろんなことでやってくださっておりますので、今,今度こそあの。 なんて言いますか、いい結果が出てくるんじゃないかと期待しております。拉致被害者家族会の緊急集会には、飯塚代表や横田さん夫妻ら合わせて18人が参加したほか、政府から古谷刑事拉致問題担当大臣も駆けつけました。総理が20数年間この問題に取り組んでて、北朝鮮の差はよく分かっているはずであります。 12分に分かった上でドアをこじ開けないと交渉が始まらない集会では今回の交渉が拉致被害者全員の帰国につながるのかどうかは疑問だとする声も上がりました